死の瀬にもらった成績書、もう少し頑張りましょう。だって何を頑張ればいいのやら、同じクラスの好きなあの子はクリスマスは実家にいるってさ。だから僕にどうしろと言うんだ。いつからだろう、うまくいかないと拗ねてばかり。そんな子供に誰がしただって笑えるね。僕にはきっと見えない光が、みんなにはピカピカ見えると思ってたんだ。僕はただ悔しくて目を伏せていただけ。こんな生き方が正しいのか、今日も明日も自問自答。誰を信じればいいのか、いつまでもずっと自問自答。僕は何者になりたいのか、僕の中で自問自答。あの子をどうして好きなのか、言い訳ばかりの自問自答。年の瀬にもらった成績書、もう少し頑張りましょう。だってくしゃくしゃにして捨ててみた。どう考えてもわからないから。